皆さんこんばんは。引き続きワールズ2017クォーターファイナルデイ4の模様をお送りします。さあレバロさん、1-1です。クラウン9の戦略、ポケットピックがハマりましたよね。なんといっても、まあ、新自動というところに意識が割かれてしまいますが、彼が、まあ、インパクトがトップレーンで有利なマッチアップでトップレーンを押し込んで、そしてトップサイドの視界を取り切って、そしてそこからそれで終わるのではなくて、ミッドレーンに対して絶えずプレッシャーを与えていったことによって CA のファーム阻害されましたし、さらにはジェンセンが育ったというところは大きかったと思います。僕コントラクツがジェンセンを育てるのかなと思ったんですが、はい、インパクトがジェンセンを育てましたね。なんかちょっと今までの戦い方とは違いますよね、クラウド9。違いますね。なんといってもコントラクツがタンクビルド、そしてエンゲージにしか、それにリソースを注いでますからね、うん、ダメージディールではなくて、全く戦い方が違います。戦略を、まあ、クォーターファイナルに向けてアップデートしてきたというところですね。ただ、鍵となるのが、やはり集団戦のジェンセンのオリアナの存在だと思いますが、あ、やっぱりオリアナですか。オリアナはやはり1戦目と同じようにWEはバーンするのではないかなという気もします。あとはですね、やはりジャーバンだからこそ可能なような動きにも見えます。そしてWEはあまりこうジャーバンを好んではいないんですよね。グラガスやセジュアインと比べると好き、まあ、CC を与えるタイミング時間、そして回数というところがジャーバンちょっと少ないんですよね。EQ のノックアップ、そして EQ のクラも長いです。アルティメットは、ね、うん、まあ、囲ってその間閉じ込めることはできますが、グラガスやセジアニと比べるとハード CC を当てる回数集団戦において少ないんですよね、うん、そこをちょっと W としては嫌っているような印象があります。というのもミスティック選手の動きを見ると DPS が非常に高くて、そして的確なステップで敵のスキルを避けながら、そして長い集団戦を勝ち切るという展開が非常に多いですよね。それを考えるとジャーバンはあまりにも、まあWEからするとですよ、単発的すぎるのかなと。あー、なるほど。 DPS で集団戦勝っていくチームにとって WE、ジャーバンというのはちょっともしかしたら使いづらいのかなと。一方でクラウン9のようなバーストダメージを合わせる構成なのであれば、ジャーバンは非常に強力ですよね。集団戦でよりなんていうんですか、ラインの駆け引きをチーム WE としてはしたいと。それが狙いだと思いますね。もちろん先にキーボーナー選手が仕掛けて相手の構成を形を乱してから、そして有利な状況でミスティック選手がダメージを出し続けていくという形を作る上で、まあ、グラガスやセジアニの方が彼らはチームとしてフィットするのかなという印象がありますね。確かにゲーム1をちょっと思い返すとですね、オレリオンソルでゾーニング構成、シージ構成をクラウド9は選択して序盤はうまくいきましたが、集団戦フェーズになると、まあ、チーム WE の確かにライン取りでキャリーに届かないというシーンがあって、集団戦でどんどん巻き返していくような展開多かったですね。それを考えるとこうクラウド9はウォンボコンボをちょっとこう狙っていく、そういった戦い方になると思います。特にやはり集団戦においてコンタクト選手のジャーバン、タンクジャーバンのエンゲージ非常に優れていますし、そこにしっかりと的確にジェンセンも合わせていっていますからね、うん、ちょっとコントラクツの、まあ、見る目というのがちょっと変わりそうですよね。カツディオンさんともちょっと話をしてですね、クラウド9どうなのって、どこ見たらいいのっていうことをちょっと聞いたんですけど、とにかくこのコントラクツのエズリアル、ニダリ、そしてグレイブス、スキルショットを見てほしいっていうことをコメントしてましたが、どうやら今回はタンクジャーバンのようです。さあそれではドラフト見ていきましょう。やはりこうなりました。チーム WE、 オリアナ、そしてエズリアルターゲット1です。まあそうでしょうね。クラウド9はカリスタ、そしてセジュアリ。さあここからですね、サードバーンガリオ。クラウン9としてはレッドサイドでジャンナルルをバンするということができないので、これはちょっとミスティック選手とベン選手はまあ、好きなチャンピオンをピックできる、得意なチャンピオンをピックできるというところ、先ほどやはりジャンナではなくカルマだったことが WE としては集団戦勝てなかった要因のうちの一つでもありますからね。ということはファーストピックどうしますか。ジャンナだと思います。トリスターナも空いてますが、それでもジャンナ取りますか。取ると思いますね。それほどまでにベンのジャンナは強い。うっと、おっと、ジャンナでもルルでもいいチャンピオンですね。そしてロックしましたよ。序盤からテンポ取られることを嫌ったというピックですね。ちょっとこれチーム WE 戦い方変える、そのようですね、まあ、1戦目2戦目同じ戦い方でした。そして2戦目同じ戦い方で負けました。であるならば戦略を変えようと。さあミスティックのケイトリンの、ダメージスタッツです、ダメージパーミニッツ1006、 CS ディファレンス10分で、22対面と 22.5 の CS をつける KDA19.0。
キル関与率 76%、 まあスタッツがとんでもないことになっております。笑うしかないですね。860で DPM すごいんだよってレボルさんが言ってました。そしてクラウド9のスニーキーは DPM が平均でだいたい600のプレイヤーです。どれだけこの数値がすごいかと、1分間における敵チャンピオンに与えるダメージの数値がこの一番左の、ダメージパーミニッツという、表記になっておりますが、まあ、試合時間15分までのところであれば、まあ、試合時間15分のところで平均1000ダメージというのはまずありえないですが、1分間に1キロは取れるようなそういったそう、ね、ダメージディールですからね。はい、さあそしてジャンナやはり取り上げましたね。ただここジャーバンでいいのかというところですね。やはりケイトリに対してジャーバンというのはあまりプレッシャーかけられないチャンピオンですから、このボットレーンミスティックとベインに対してプレッシャーかけていくというのは難しいですね。おやはりチョガス先取りしますね。おーチョガス取りました。これやはりということはインパクトちょっと抑えられないぞと。そうなりますね。やはりチョガス以外のタンクでインパクトに対してプレッシャー与えていくというのが非常に難しいという判断ですね。さあこうなると一つの武器を抑えられた際に次の武器で勝負する、それがまあ WCS として競技シーンでもありますが、トリスターナ、まあプラン A がダメならプラン B、 そしてプラン B がダメならプラン C というところで、いかにプランを多く準備できているかどうかがこういった BO5 では重要ですね。まあ、そのプランを無限に出せるのが SKT なわけですが。そうですね、何をやってもっていうところあります。さあそしてクラウド9はセカンドバンフェーズ、グラガスをバンしました。そしてシンドラバン、これでコンディがグラガスを使用できません。セジュアにも使えませんとなるとレクサイの可能性が、まあ、高いですかね。そうですね、高いですね。ザックよりもレクサイの可能性が高いと思いますが、そうですね、レクサイバンしますよね。これで本当にタンクジャングルというところがなくなりそうですね。ラストバーンはシェン、インパクトのシェンを嫌いました。ただしナーが空いていますがどうしますかね。チョガス VS ナーであればナーがコアアイテム一つ完成させた時点でナーが有利なマッチアップ作れますから。ただどうなんですか、それまでの間に、それまでの間にチーム WE としては壊せるこのケイトリンというチャンピオン取ってますよ。え、行きますか。新自動だとチョガスに対してあまりプレッシャーかけられませんが、かなり苦しいですよね。魔法界と比べるとチョガスはサステイン、そしてウェーブクリアというところかなり優れてますから、先ほどのプロキシーできません。さらには今回レッドサイドなのでブルーサイドと比べるとミッドレーンのプレッシャーかけるという点では地形的に難しい部分がありますね。ブルーサイドであればトップレーンから降りてきた際にミッドレーンのプレッシャー高いですが、魔法界ジャングルですか。おー、なるほど、確かにタンクではあります。ただプレッシャーはやはり若干ですが下がりますよね。下がりますね。挑発ジャングルという可能性もなくはないですが、移動速度を考えるとまあ魔王界なのかなとは思いますが、そうですね、さらには新自動相手というところも考えても魔王界はトップレーン出しづらいですが、そしてミッドのピックもう一度抗菌するのかどうか。ただジェイスがそうなんですよね、バンされていませんからジェイスです。ただこれはちょっとわざと開けたようにも見えますが、クラウド9ミッドのピック、ただジェイスにプレッシャーをかけられるチャンピオンというところはあまりないですが、唯一あるとすればアサシンぐらいですね。ゼドもしくはフィズタリアで新庄のトップレーンのプレッシャーに対して後押しかけていく、さらにはケイトルルのレーンに対してもボットに対して体を隠すような動きを繰り返すことでボットレーンの2対2のマッチアップに対して参加していこうという選択ですね。さあチーム構成で揃いました。そしてどうやら魔王界ジャングルトップチョガスのようです。いやレボルさん、お互いにちょっと仕掛けあったドラフトにはなりましたが、気になるのが、まあ、もう一度新自動ピックしたことですね。やはりそこですか。そのブルーサイドの新自動というのはプロキシーした際にトップサイドのクルーグ、ラプターにプレッシャーをかける、もちろんレッドバフにプレッシャーをかける、さらにはミッドレーンへと、まあ、ガンクするルートというのは非常に豊富なんですよね。しかし一方レッドサイド側だとそのルートかなり制限かけられている、ミッドに対してローム仕掛けていくのがちょっと難しいような地形の形になっているので、さらにはスティールできるジャングルのモンスターというのも、まあ、借りづらいグロンプと、
さらにはウルフですから、あまり恩恵というのは大きくない印象がありますね。特に今ジャングラーはラプターと、そしてクルーグのあの小さいミニオンを取ることが大事だと、まあ、散々このワールズで言ってきましたから、それが取れないというだけでも、まあ、大きな、まあ、地形の有利というのが出てきますが、まあ、なんといってもやはりラプターですよね。そうですね、一瞬で取れますからね、新自動 AOE ダメージ毒斬りで豊富ですからね。さあ、それでは見ていきましょう。ワールズ2017クォーターファイナル Day4 チーム WE vs クラウド9のゲーム3スタートです。今回ミスティックはレリックシールドではなくドランブレードで、そして、まあ、やはりボットのファーストを先に破壊してテンポよく仕掛けていくというような形ですね。今までとは戦い方が真逆です。さらにはミッドレーンにジェイスを置いて C へイグナイトを選択しています。これを見るとミッドレーンも有利取りたいということでいいんですか。ジェンセンを抑え込みたいという選択ですね。ということはコンディとしてはミッドボットで序盤から動いていくということで間違いないんですかね。間違いないですね。問題はクラウドナインがそのミッドボットのプレッシャーをコントラクツが、まあ、軽減できるのか、もしくは軽減しないで逆サイド取るのかなんですが、軽減すると思いますが、あ、それほどまでにチーム WE の序盤のプレッシャーは高いと。高いと思いますね。ミッドにガンクのプレッシャーを入ることができれば WE のテンポというのを崩すことが可能になりますから、まずはミッド、そしてジェンセンがサイドレーンロームできるような環境というのを作り出していくのがコンタクトの狙いになると思いますね。なるほど。さあ、苗木をブッシュの中に置いて、非常に強い苗木です。ただ、まあ、一時期と比べるとナーフされました。以前はレベル1から割合ダメージを、まあ、同じでしたが、ナーフされてスキルレベルでスケールするようになりましたからね。いや、僕が一番好きだったのはあの雷帝の号令が発動するサポートでマーカーをやってるとき一番最高でしたね。ただの OP チャンピオンでしたからね。はい、そうです。あのワード買わなくていいっていう、しばらく苗木置いとけだけでいいっていうチャンピオンでしたから。レーンフェーズでサポートが、まあ、武士を取るというところが、まあ、非常に重要なわけですが、それを苗木一発で阻害できますからね。理不尽にも程がありますね。まあ今ナーフされましたから。そうですね。そしてコンタクト、やはり行きますか。これ軽減するための動きでいいんですよね。そうなりますね。ちなみにレベル2ジャーバン VS マオカであればどっちが強いんでしょう。ジャーバンの方が有利だと思いますね。ただしそれは EQ を与えていく必要があります。ですからやはり飛び込んでいく形になるので、一度ダブルで避けられてしまうと一気に苦しくなりますね。なので有利ではあるのですが仕掛けづらいというようなマッチアップですね。少しリスクが高い。まあ場所だけチェックしてというような動きになるでしょうか。小さいラプターも少しスティールすることに成功しましたから、これコンディレベル3になれるか。なれないですね。なれないですよね、やはり。ただラプターを買ってスカトルも取ればですが、ギリギリ取るか。あ、取りました。ね、あ、ギリギリですね。本当にギリギリでしたね。ラプターあと1匹取られていたら慣れてなかったですね。3匹ですか。3匹、2匹取ってましたからね、コントラクツ。ここでまあ基本的にはやはりコンディとしてはボットサイドのコントロールを意識した動き方になっていくと思います。それに対してクラン9としてはトップに対してコントラクトが顔を出してますね。狙ってますよ。狙ってますね。ただタイミング的にはトップガンクも分かっていると思いますが、957、あっとフラッシュインからのノックアップ、ここは当たりませんでしたが、レッドバフがあるぞ。ノックアップラプチャーからタワーダメージ、ファーストブラッド957、トップ台を返されました。インパクト、絶対にやってはいけないプレーでしたね。絶対にやってはいけませんか。これはまずい。このトップの関空でアドバンテージを取るというところで、インパクトが動けるスペースを作り出そうという狙いでした。フラッシュまで使って、2つフラッシュ使ってまでもトップレーンのインパクトを育てにかかったわけですが、逆に957が育ってしまったことによってミッドレーンに対してプレッシャーを与えていく動きが不可能になりますね。もう一度トップレーンにガンクして成功させれば先ほどイーブンの状況に戻りますが、ただそれでもイーブンです。2手必要になるとなるとミスティックとベインに対してプレッシャーかけられません。
さあ大きな有利をチーム WE というか957がチーム WE に持ってきたというべきでしょう。ここでスニーキーがプレッシャーをかけていってベンのフラッシュを落とさせたというところは大きいですね。ここでボットにガンクプレッシャーかけていきたいところですが、ただもうコンディが先手を取ってますよ。シールド使わせました。クールダウンに入ります。この次のウェーブが来てからになるでしょうか。ミニオンを全て除去して、さあここで体を出したコンディ、ポリモーフ、スネアは、おっとうまい、ミスティックがタワーダメージ2発もらっている。バスターショット、いやー、ロケットジャンプでした、大変失礼いたしました。スニーキー、これは素晴らしい動きだ。今のガンク買わせたというのは大きいですね。ここでも個人聞かれますね。スニーキーがボットに支えられることが可能となると、 WE はボットのテンポを取りづらくなりますね。いやー、お互いの個人技が光ります。ヒゲが強い、強いですね。ウェーブクリア押し込んでリコールを先にしたかったというようなクラウドラインの動きでしたが、させませんでした、シーエ。ただ一方でスニーキーもボットレーンのウェーブのコントロールを取り返しましたからね。しかし、やはりこのトップレーンのガンクのミスの影響大きいですね。さらにはチョガスのサステインはこうレベルを上がるごとに数字が伸びていきますから、序盤さえ乗り切ってしまえばレーンはかなり楽ですよね。楽ですね。さらには QWE 全てウェーブクレーン使いますから、ミニオンからのダメージを受けて、体力削られてもすぐさま一瞬で体力回復できますし、ミニオンも処理できますからね。そしてこれはまずいということでインパクトついに行きましたね。ダークシール2個、サステインが足りないという判断ですね。ただコラプトポーション購入はしてないんですけどね。そしてミッドからボットにかけて視界を伸ばしていくのはクラウド9です。さあただクラウド9は序盤狙い通りにはいきませんでした。そしてチーム WE としてはボットレーンは順調です。このボットレーンまず勝つことが狙いの一つですから、チーム WE としては順調と言えますか。ただそこに入りに行きます。バスターショット、ヨードルグレード、ただダメージが足りない。ミスティックは生き延びています。そしてスムーシー狙いですか、ノックアップから、いやフラッシュ間に合っています。ポリモーフでフラッシュを阻害しようというような動きでしたが間に合っています。お互いノーデッド。ボットレーンの主導権をクラウド9がガンクによって取り返そうとしてますね。そしてミッドレーン挟んでます。 C は挟んでますよ。挟んでいますが C へ気づいている。フラッシュアウトです。非常に早い判断でした。ここでミッドレーンのフラッシュを落とすことができたので、ジェンセンがまたボットレーンと動くスペースを生み出すことが可能になりますね。さあインパクトトップレーンではうまくいきませんでしたが、ミッドレーンに有利をつなげました。いや僕毎回思うんですけどね、 AD キャリーって今こういったレーンでダメージトレードよくするじゃないですか。自分がプレイしてるとですね、体力5割以下になったらアグレッシブにプレイできないんですけどね。おっと、ヨドルグレネード、シールド、いやー、そして爆破してロケットジャンプ、スニーキーダブルキル。ミニオンが大量にいたので、これはダメージ計算ミスりましたか、チーム WE。 さらにはウィーバーウォール挟んでいる CA、 なんとフラッシュは先ほど使った後カバーに来ているのはコンディ、いやー、先に落としたのはなんと CA のダメージ、イグナイトがありました。強引にフラッシュインからジェンセンオートアタック、ダメージ足りない、ポーションを飲んでいたのは CA でした。1キル獲得 CA。 わざとジャーバン側にフラッシュすることによってタリアのノックバックのコンボというのを避けていきましたね。素晴らしい駆け引き、そして素晴らしい技術判断見せてくれます。ここスニーキーがボットレーン勝ったというのは大きいですね。なんといっても、WE はこのケイトリンとルルのコンビネーションでボットのファーストダウンを先に破壊していくというところが狙いでしたが、このスニーキーとスムージーの見事な仕掛けによってそこが崩れますからね。ここからなんですが、シーエはもう完全にフラッシュがない状況です。囲まれました。重要なのはタリアのコンボを食らわないことなんですが、それを食らわないためにトップサイド側に体を寄せたんですよね。本来であれば逃げたいのは、逃げるルートなのはボットサイド側のはずなんですが、
わざとそこ行かずに壁に体を寄せることによってジェンセンの読みを上回ったというようなシーンでしたね。一番警戒していたスキルを避けた。さらには Q のあのスキルもステップで何回か避けてますからね。ただこのスニーキー、そしてスムーシーがクラウド9、あ、チーム WE の狙いをくじきました。先ほどのようにアグレッシブにダメージトレードミスティックがいけません。これはこうなると WE としてはゲームの一つ主導権というのがボットサイドが作れなくなりますから、ゲームプラン完全に崩れてますね。そしてコントラクツがボットレーンですよ。このままボットラインに対してクラウド9はプレッシャーかけ続けるだけでいいですよ。テレポートしました、テレポートしました、インパクトのテレポート。さらにはジェンセンがミッドから降りてきている。ウィーバーオールはクールダウンです。テレポートで対応するのはチーム WE。 これは957が援護に向かってきましたが、957に対してフォーカスを変えました。957フラッシュアート、壁ミスった。ジェンセンのキルになります。そこからの第一の捕獲ですが、ダメージを出せない。決戦場ベンはフラッシュで対応しました。コンディが投げられていますが、 C へ下がりながらダメージを出してはいるものの、やはりダメージが足りない。2キル獲得、クラウド9先手を取っています。素晴らしいですね。先にジェンセンが寄れていた、さらには957のテレポートが遅れてしまった。テレポートのワードというところをジャングル内に隠したことによってクラウド9の先手が取れましたね。さらにはやはり何といっても事前のところでスニーキーが2キル取っていたことによってレーンのコントロールを完全に取っていたことですね。リプレイです。957がフラッシュを、そうですね、こすってしまいましたね。さらにはジェンセンのノックアップ、一番当てたいスキルコンボを当てていましたね。大きく体力削れていました。あとはちょっとスニーキーのダメージがとんでもないことになってますか。そろそろ、おっとおっと、ただミッドレーンのダイブ、957グローリーから、ただしクレンズフラッシュはなたありません。クールダウンです。1キル獲得は最後はコンディのキルとなっています。カウンターでミッドレーンへとカバー入ってますね。ただこれはワードによってチーム WE 情報を持っています。内儀を投げてコントラクツのエンゲージはどうする。クラッシングからの竜巻狙いましたが、ここはコンディナイスステップだ。ただそこにスニーキーだ、逃げようがありません。スニーキーに順調にゴールドが入っていっていますから、11の交換、ジェンセンが倒されたといえどもクラウド9の方が有利な交換ですね。ただこれによってボットのコントロールは取り返しています、チーム WE。このリコールでベンのアーデンセンサーが完成するかどうかですが、完成しないのであればボットレーンから離れたといえどクラウド9の方がボットへのコントロールを取れますね。ベンはリコールしていないところを見るとどうやら完成しないようですね。スムーシーはもうすでにファイブアシストを持ってますから、もう完成しているんですよね。これボットのファーストを先に破壊することが可能ですね。コントラクツも寄っています。コンディがトップレーンに行きたがっていましたがボットレーンと切り替えました。しかし間に合わないですね。いやー本当ですね。さあファーストタワー獲得はクラウド9、さらに言うとケイトリンがいるボットレーンから作りました。おー、ただミッドレーン 1v1 ソロキルです。 CA がゲームを動かす。ただボットレーンでクラウド9は仕掛けています。コンディもカバーに来ていました。ポリモフが効いているか。ミスティックはただでもダメージを出しているものの、最後はスニーキーが飛び込んでキルを回収する。さあコンディ返せるかと思いきや、バリアのサマナースペルが残っています。これでは追撃できませんチーム WE。 ただ CA が降りてくる、 CA が降りてくる。さあショックブラスト当てられるかどうかが大事。いや避けた、ロケットジャンパー。ただクールダウン、スムーシーカバーしている。モンスンで体力を返して竜巻だ。ノックアップ、 CA 動けない。バーストだけず出せず、なんとスニーキーダブルキル、スムーシーが見せました。完璧な対応でしたね。いやー CA 焦りましたか。あそこでしっかりとスニーキーを倒す以外ないと判断して強引に狙いましたね。リスクも承知で仕掛けました。しかしスムーシーがリスクカバーしっかりと行ってましたね。いやソロキルは試合の流れを断ち切って自分たちにいい流れを持ってくる、そこまで影響力のあるキルなんです。そしてミッドレーン、サイドレーンのカバーが得意な
タリアというチャンピオンあらかじめ倒した上での仕掛けです。しかしここはまたコントラクツが起点なんですね。そうなりますね。完全にスニーキーのダメージというのがとんでもないものになってますね。でここでそのスムーシーですよね。もう、まあ、物資内に隠れているのでシエも危険なのは分かっていたと思います。しかしそれでも行かざるを得なかった。ここで仕掛けてスニーキーを倒さないとゲームの流れを取り戻せないという判断ですね。フラッシュインをしてまでダメージを出そうとしたところが竜巻のノックアップですか。そしてトップのタワー獲得はクラウド9です。竜巻を使ってからモンスーンではなくてアルティメットではなくてアルティメットのキャストからその後竜巻を使ったことによってジャンナのアルティメットが阻害されなかったという点は大きいですね。そういった細かな部分ではそのシーンうまかったですね。さあそのままリフトヘラルド獲得です。これではですねレボロさんチーム WE のチーム構成序盤が非常に大事なのに15分でのグローバルゴールドの有利クラウド9ですよ。これも完全に失速したと言えると思います。勝てる要素というのは今非常に薄いですね。クラウド9のペースです。ここからカムバックできるような構成ではないですね。例えばこれが AD キャリーが、バルスであったりザヤであったりというのであれば40分前耐えれれば可能性はありますがトリスターナーですからねレートゲームのスケールではケイトリンよりもトリスターナーの方が高い状況ですね。さらにはダメージのバランスとしても AD に偏っている CA がジェイスミスティックがケイトリンというところでコントラクツに対してダメージが届かないという可能性非常に高いですね。なのでピックアップ以外、はい、WE がゲームの展開を変えていく要素というのはないですね。ただピックアップ得意なチャンピオンがですねもうコンディだけですよね。そうなりますね。まあ、あとは確かに CA のバーストというのはありますがインパクト強靭のポーションから前に出ようというシーンです。もうレーンのコントロールを渡さないマップのコントロールを渡さないために強引にアルティメットを使ってウェーブをし続けてますね。こういったプレーを続けることによってミスティックがファームするそして W のワーディングというところがどんどん下げられてしまいます。非常にいいプレーですね。あ、いいプレーなんですね。いいプレーですね。なんか思わずこうアルティメット大事な場面で使いたいなって思っちゃうじゃないですか。ただこの場合新自動の役割というのはレーンのコントロールを渡さずに、まあ、与えられた、まあ、割り当てられたレーンをプッシュし続けてそのサイドのジャングルの視界を取り続けるというところが役割ですからこういったプレーが求められてますね。集団戦ではもうないんだと。そうですね。集団戦よりもやはりレーンのコントロールを取り続けることが重要な役割ですね。すでにこれだけのグローバルゴールドの差がありますからそこのインパクトをより広げるために、うん、レーンのコントロールを取り続けるというところですね。そういった役割分かってるからこそできているプレーと。さあそしてカウンターを準備していましたチーム WE ジャングルの中に5人隠れていましたがお構いなしにクラウド9はレーンに体を出してプッシュしていきます。これではちょっとトラップは成功しませんね。リフトヘラルド召喚これはもうバロンも見据えてトップのセカンドタワー取りに行ってますね。よりバロンのために有利なマップコントロール状況を作るためですか。取れます。そのままインヒビターまで行けるんじゃないか。いやさすがに無理ですね。そのままミッドレーンへのローテーション完全に先手を取っているのはクラウド9ウィーバーウォールでのゾーニング。ただここはうまく CA がミニオンを処理しています。WE としては耐える以外の選択肢がないのですがケイトリンでどれだけこの状況を打開できるかですね。ファームを集めたケイトリンが5アイテム2つ完成した程度ではちょっと物足りないようなそういった差になってますがもう5アイテム2つ完成しているのはスニーキーの方です。2つでは足りない。ただ3つだともう3つ目完成してますよ。そうなんですよね。ですからやはりクラン9がかなり有利な状況ですね。スニーキーを狙いたい。まだレンジはケイトリンがギリギリ勝っているような状況です。ここもトラップ。やはりピックアップもうしかないと言っていた通り徹底的に狙っていますが決まりませんね。ここです。ここですがおっと打ち落とした。スネアが届いた。届いたぞ。さあすぐさまカバーに入ります。そしてスニーキーはたまらずフラッシュアウト。テレポートでインパクトもカバー。そしてフラッシュインからの投げ。ここはただコンディもフラッシュで対応している。さあそこからのもう一度竜巻ミスティックがノックアップしています。
チーム WE 狙いはうまかったんですが決まりません。ただこれはナイスプレーと言っていいですよね。ナイスプレーですね。ここはむしろクラウド9がよくカバーしたと言えると思いますね。こういったプレーを WE としては続ける以外勝ち目はないですからね。そして実際それを行えているというところでやはり強いチームだなというのを感じますが、一方でクラン9の個人技の方がここまでのところで回ってますね。ただこれだけゴールド差が離れている、要は装備的に、まあ、負けている状況下でサマナースペルは使わせたことの方が大きいんじゃないですか。特にスニーキーのサマナースペル使わせたという点は大きいですね。テレポートもインパクトに使わせることができましたからね。バロンラッシュですか。コントロールワードを置けていますからラッシュに対してクラン9はしっかりと反応できますが、ケアですかね。そのようですね。あーちょっと意外ですね。サッシュ買うかなと思ったんですよ。スタティックラピッドファイアカノンに行くようですね。先ほどから、まあ、コンディの魔王界のピックアップというところから狙われているような形になってますから、サッシュ買った方が、まあ、リスクは下がりますが、スニーキーそれでも強気なビルド選択です。ただ今回はコントラクツが騎士の誓いを購入しています。コンディとしてはまだライチャスグローリー完成していません。957は完成している。そしてダスクブレード C へ完成。ブーツは購入していません。購入する余裕がない。ブーツ購入せずにジェンセンのタリアに勝ち続けているというのはちょっと驚異的な感じもしますが確かに。ただヨームのアクティブありますからね。ジャングルの中ショックブラスト、こういったところでインパクトが他のレーンに体を出している状況であれば数的なアドバンテージは WE 作れるので狙っていきますね。しかしラッシュしますか。これだけの有利があればラッシュしても問題ない。ウィーバーウォール、あーとコンディ分担。ただ終わるか終わるか終わるのか。ウィーバーウォールがそろそろ切れるぞ。さあ切れたタイミング、いや終わります。バロン獲得。クラウド内21分45秒。このままバロンバフ生かしてエンドまで狙えるような装備ゲームの状況です。最低でもインヒビター1つは破壊したいですね。そして破壊できるポテンシャルを持っていると思います。誰が予想したでしょうか、クラウド9が先にリーチをかける、そういった状況になりつつあります。ゲームの展開的にもジェンセンからなのかなと思ったら、はい、スニーキーとスムージーボットレーンからですからね。そしてその前はインパクトから、さらにはコントラクツがまさかまさかのジャーバンタンクジャングル、ずっと起点に慣れている。こうやって見るとクラウド9非常にバランスのいい、そして強いチームだと改めて我々に認識させてくれますね。なんといってもコントラクツがまあここまでと違うキャリージャングルのスタイルではなくてチームのためにタンクジャングルをできているという点が大きいですね。あとはチーム WE との相性でしょうか。ジャーバンを嫌って取らないというのも響いていそうです。さあコンディへのエンゲージ、大地の捕獲下からです。さあスニーキーはスネアには捕まりましたがしっかり離脱できている。スネアーっとついていってしまった。いや誘ったというべきか。最後はスムーシーのキルとなっています。いやここに来てコンディ痛恨と言っていいでしょう。いやコントラクツがうまかったか。リデンプション、さあインヒビターまでいけます。レボルさんエンドも見えてますよ。十分狙いますね。957がピックアップ狙いましたがジェンセンサマナースペルすらも落としていない。ジェンセンリバーボールありますからね。どうするインパクト。いやゾーニングだけしてタワーを壊す判断。クラウド9スニーキーがちょっともう止まりません。さあデスタイマーからは上がりました。もう一度前に出るのはスニーキー。ちょっともうコンディのスネアのレンジに入れていない。いや入らなくてもオートアタックができる状況。ネクサスタワー1本目手をかけています。ここだけは触らせてはいけないチーム WE。 コンディがエンゲージのタイミングずっと伺ってますがいいダメージが入りました。脅威ビルドの選択、ただテレポートで戻ってきます。これはインパクト、エンドやはり狙っている。どうする
1本は折れます。粘り勝ちクラウド9、残り1本チーム WE どうする。ノックアップラプチャー入った、ウラシンからのサッシュ、いやただこれはノックアップによって957下がるざるを得なかった。スニーキーに届きませんでした、スニーキーに届かなかった。またしてもモンスーンです。そしてワンアクションで失敗した結果はネクサスが割れるということにつながります。このゲーム3勝利したのはクラウド9となりました。なんといっても WE はボットレーンから作るというドラフト戦略を組み立てていた中で、そこを個人技でスニーキーとスムーシーが壊していった。彼ら2人のプレーというのが素晴らしかったですね。その前のところでファーストガンクトップレーンクラナイン失敗してしまったことによって、新人というチャンピオン生かしづらくなったという瞬間でもありましたから、ボットレーンで、2対2の状況を勝っていったというインパクトは非常に大きかったですね。あのプレーがなければゲームの展開は W に転がっていただけに、先ほどのゲームにおける スニーキーの存在というのは相当大きかったですね。いやこれちょっとW としてはですね、ちょっと意外だったのが、はい、グループステージで見せた戦略をそのままもう一度行ったんですよ。そうですね、1戦目とは、1戦目2戦目とはまた違う戦略ではあります。中盤パワースパイク迎えるまで我慢する構成から、序盤からレーンのプレッシャーをかけていって CG の構成を作っていきましたが、全く同じだったので、クラウド9としてもやはりある程度この戦略に対して準備できていた部分は大きいと思いますね。あとはやはり、トリスターナレーン弱いわけではないですから、今の環境だと、先ほどもバーストとても高いものありましたし、トゥイッチやザヤ相手ではないと、勝てないということが予想されている中で、ケイトリンをファーストピックした WE の選択というのがちょっと機能しませんでしたよね。なぜトリスターナじゃなかったのかと、もしくはジャンナファーストでよかったですよね。実際スムーシーのジャンナにかなりやられましたからね。非常に素晴らしかったですよね。スムーシーの、連動2体のところでのコントロールもそうですし、シーエがミッドレーンからボットレーンと寄ってきたところに対して的確にスキルを当てていって状況を変えさせなかった、あの一連のプレージャンナの強さというところが現れてましたね。さあレバルさん、先にリーチをかけたのはクラウドナインですよ。いやもうこれはもう、クラウドナインがさまざまな戦略を出して準備してきたと、プラン B、プラン C と、そして、WE のプラン B に対してちゃんと準備してきたというところで、積み上げてきたもの、この試合のために準備してきたものがしっかりと機能しているという点は非常に大きいと思います。リーパードの存在というのは大きいですね。あとどうでしょう、チーム WE として確かにレバさんも言いました、グループステージのみの戦略をもう一度出したんだよということなんですけど、 BO5 に対してチーム WE は準備できてない可能性というのは、クラウド9の方が BO5 に向けての準備を今してる、そういった試合をピックとしても見せてくれてますし、ここまでに見せてないピック続けてますからね。ただいや本宮百戦錬磨のヘッドコーチなんですが、それをしてないはずがないんですけど、ただ、LPL の様プレーオフで BO5 負けたという理由は、もしかしたらこういった部分、戦略の幅の狭さというところにあるのかもしれないですね。ホンビ VS リーパード、これコーチとしても、過去の対決もあったということで、プロプレイヤーだった時も戦ってましたから、両方ともトップレーナーでしたからね。同じ時期 LCK を戦ってはいましたが、なんといってもこのキルですよね。ジャンナのシールド、バリアのシールドによってダメージを取れるとしっかりと勝っていきました。ミニオンが多かったのでどうなのかなと思ったんですが、もうシールド量が圧倒的に多かったですね。さらには爆破をミスティックも同時に食らってしまったという点でしょうかね。ミニオンが邪魔でちょっと動ききれなかったというようなところでもありましたね。あとですね、サマナースペルのバリアって確か僕の記憶だとですね、ジャンナのシールドを使うじゃないですか。シールド、ジャンナって今 AD が伸びる際にシールドがなくなったらなくなりますよね。シールドが残ってる最中にサマナースペルのバリアを使うと、先にサマナースペルのバリアの方が消費されるんですね、ダメージトレードした際。なので爆破する際に AD が残ってたんですよ、上昇値が。なのであれだけの大爆発が出たのかなっていうのもちょっと見えてましたね。ジャンナとトリスターナの、そしてサマナースペルバリアの選択のシナジーですよね。ケイトリン先出しというところがやはり機能しなかったような印象はどうしてもあのシーンを見ても思ってしまいますよね。なので WE としては
まあ、違う戦略があるのかどうか、追い詰められた中で出せるのかどうか、なんといってもシーズン4サムスンホワイトを優勝に導いたヘッドコーチの本身が何もないとはちょっと思えないですが、そのじゃあゲーム4のドラフト楽しみにしたいと思います、ね、楽しみですね。さあそれでは一旦インターバルです。一度失礼いたします。